今回の患者さんは腰痛をお持ちの方ということなんですが、はい、結構4年前から腰痛が出ていて日常に結構支障をきたしているということで、今日は施術をしていただきます。日常生活に、ね、不具合が起こっている方もかなり、ね、いらっしゃると思うんですけども、まあ、程度が全然こう、ね、あの今の段階だと分からないので、本当にこう寝たきりの方もいらっしゃるし、まあ、痛みの度合いって人によってはやっぱまちまちなので、どれだけね1回でこう調整できるかっていうのは分かりませんけども、できる限りね短い期間で治せるように頑張ってみたいと思います。じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。腰痛、まあ4年くらい前からずっと痛い感じですか？そうなんです。どこがどういう感じで痛いですか？基本的にもうずっと左側が痛くて、高校時代にヘルニアの手術、もう手術されてるんですね。そうなんです。なるほど。して、まあ、しばらくは調子は良かったんですけども、はい、40代になってくると、また、ちょっとだいぶひどくなってきて、ただ、病院に行って、レントゲン取ったんですけど、まあ、骨にはそこまで、異常は大丈夫だと。その生活を、はい、まあ、ストレッチとか、はい、すれば、まあ、大丈夫だろうという診断だったんですけど、うん、ただ、やっぱ、整体とかいろいろ病院とか行ってもなかなか治らないので、はい、そう、あの診断受けたのっていつ頃ですか？これ4年ほど前ですね。これが4年ほど前ですね。あ、そうなんです。はい。なるほど。じゃあちょっと時間経ってますね。経ってます。でもその時から症状はあんま変わってないですか？いや、で2年半ぐらいのこっちに転勤してきたんですけど、はいはい、そこからずっと座り仕事が多くなってきたんで、でそこからだいぶひどくなってはきてます。なるほど。あ、その時から左側が悪いですね。うん、ヘルニアの手術の時は、ボルトとかで止めてます？止めてないです。なんか、レーザーみたいなんで、吸引したら、はい、取って、はい、ね。当時、まだそこまでその流行ってはなかった治療が難しく。あとはレーシックされてて、まあ、レーシックしてます。レーシックはいつですか？10年ぐらい前ですか。はい。前かがみがちょっときつい感じですね。前かがみがきつい。で、こう、立ち上がるときの、こうするときに、伸ばすときに。伸ばしづらくて、ね。はい、うん。それが日によって広いときは本当にもう、むちゃくちゃ痛い、うん。座ってると大丈夫ですか？姿勢よく座ってると大丈夫です。なるほど。ちょっとさっきも歩いてるときに、少しかがみながら壊れてたんで、まあ少しこう伸ばしづらいのかなって。そうなんです。はい。で、まあ、その辺の状況を見ながらやっていきたいと思いますので、はい、OK です。今、問診をしていただいたんですけど、はい、今の情報から、うん、まあ、どういったことを予想されますか？まず、腰痛治すときのポイントは、本当にその腰がおかしくなってるかっていう、問題としておかしくなってるかっていうのが一つポイントで、そこが一つは、ヘルニアの問題っていうのが、まあ、過去の問題としてあるので、何かしら影響している可能性があるっていうのが一つ。あと、立った時に、立つ時とか、あと座ってると大丈夫。で立つ時、まあ、かがむ時に痛いっていうところなので、おそらく原因は足にありそうだなっていうのがもう今の段階では分かってるんですね。なので、座ってて大丈夫なんで、腰から上の問題ではなくて、まあ、立った時とか、こう足に負担かかった時の問題として起こってるんで、足の方が何かしら歪みとしてありそう。で、そこが原因で腰に負担かかってるっていうふうな可能性が、まあ、高いので、まあ、経験上ね。なので、まあ、そこを軸にこう組み立てしていきながら、実際に検査して、本当にそこがそうなのかっていうところを確認しながら進めていこうかなと思います。じゃあ、まあ、左の深部がちょっと痛いっていうことなんで、まず、チェックしていきたいのは、左の足。で、股関節の動きをちょっと見てみて、まあ、さほど問題はなさそうですね、今の段階では。で、仙腸関節って骨盤の動き見てみると、ちょっと引っかかるよなっていう、うん、感じですね。で、ちょっと右側と比べて、で、右側とちょっと比べてみると、お、右の方が硬い。そうです。右が硬い。動かないですね。そうなんです。このパターンだと、もしかすると、右の方が原因で左に負担かかってるかもしれないですね。今の段階だと。うん。
で、一応引っ張ってみて、緊張度合いを見てみると、さほど緊張度合いは見られないので、でちょっと膝から下の方が硬さが出る。左側の方が硬さが出てるので、左側であればここからここまでが何かしらで影響を受けてるなっていう感じですね。うん、腰の硬さを見ると、左の方はちょっとやっぱ硬いですね。うん、張り感はやっぱ左の方が強い。ので、この張り感が消えてくると、だいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。で足の方の歪み見てて、麻痺傾向があるかどうか。神経問題とか、まあ、ヘルニアとかだと、この麻痺傾向があったりとかするので、まあ、それはそんなになさそうですね。あると、その神経系の問題があると、こう筋肉がこうペタペタするっていうか、こう張りがなくなるんですね。で今その張りがなくなったりとか、ひどくなると筋肉が痩せてくるっていうのがあるので、その状況は見受けられないので、ヘルニアとか、なんか神経を圧迫しているとかっていう状況ではないのかなっていう感じですね。若干まあ、若干どっちかって言ったら左の方があるかなって感じくらいですかね。うん、もう一回ちょっと見てみますね。そうですね。仙腸関節がちょっと動きづらい。で、まあ、骨盤と腰椎の5番のところですね。まあ、腰椎5番、5つあるんですけど、その一番下のところと骨盤がこうくっついてるところの動きがあんまり良くないので、ちょっと反れないなっていう感じだと思うんですね。で右はだいぶ硬いですね。うん。股関節は動いてますね。仙腸関節も、一応動いてるんですけど、ちょっと硬さが強い感じ。なので、全身全霊で腰を守ってる状態ですね。うん。なので、やっぱり腰には負担かかってるのは間違いないんですけど、どこが原因かっていうところですね。ちなみにちょっと上の方も探ってみましょうか。まあ、腰と首ってこう連動しやすいので、首の状態見てみると、7、6、5、4、3。2番目のところがすごい硬くなってますね。ちょっと触ると痛いですかね。うん。うん、でやっぱり上と下とのバランスで、おそらく硬くはないので、まあこちらの問題ではないかなと。硬さはあるんですけど、こう動きとしては問題ないので、補正で硬くなってるかなと。バランス取るために首がこう硬くなってる感じなので、まあ、全身をね、ちょっとチェックしていった感じはそんな感じですかね。まずは、全身の歪みを取っていきたいと思います。全身の歪みの取り方なんですけど、今は、まあ、いろんな方法あるんですけど、ちょっと頭の調整をしていって、全身の歪みを取っていく方法を使ってます。で一気に全部取れていくので、ちょっとやっていきますね。歪みが原因だと楽ですね。ちょっとこう腰に負担がかかってるので、何かしら直さないといけないかもしれない。歪みが原因じゃなかった場合は、どういったことが考えられるんですか？ヘルニアの再発とかも一応考えてはいるっていう。ただ、動きとか状況とかによっては、そんな感じじゃないなっていう。ただ一番はやっぱり骨盤周りの何かしらの硬さが要因として痛みに、まあ、関連してるので、その痛みがなんで起こってるかっていう。歪みが原因だったらこれだけで取れるし、歪みが原因じゃなくて、その部分が硬くなっててとか、まあ、損傷してるってなったら、そこの部分をちょっとサポートしてあげなくちゃいけないっていう。これで全身の歪みを取れました。で、どうでしょう。歪みだけで動画ですね。首はちょっと緩みましたね。うん。右の股関節はどうでしょう。
まあ、まだ硬さありますけど、最初よりはだいぶ柔らかくなりましたね。こっちの左はどうでしょう。まあ、左は引っかかってこないですね。うん。だいぶ良さそうです。うん。ああ、左の硬さも取れましたね。ちょっと起き上がってみましょうか。ちょっとゆっくりでいいですか？はい。ちょっと立ってみていただいて。どうです？変わります？痛みはありますね。痛みはあります。うん。角度変わったりとか、ちょっと歩いてみましょうかね。歩いてみて、普通に角度は大丈夫です。大丈夫ですね。歩いた感じの腰の部分とか、さっきとはどうですか？もう立ち上がってるから、はい、そこまでの。負担はないかな。はい。じゃあちょっと座ってみましょうか。あとは、座った時の腰のところですね。これは大丈夫そうですね。特に問題はなさそう。でも、痛いじゃないですか。うん。だから、おそらく、ちょっと右の骨盤周りの、この硬さの方が、本当の問題かもしれないですね。うん。もうちょっとね、詳しく見ていきたいと思うので、ちょっともう一回重くなっていただいていいですか。こうなったら、歪みはないので、あとは部分的にこう硬くなって、まあ、長年、4年くらい、もう固まって、動きづらくなっているところを、ほぐすわけじゃないですけど、まあ、解きほぐしていくような感じですよね。うん。錆びてるところをちょっと錆びを取ってあげるようなイメージで施術していきたいと思います。で、この右側の歪みからすると、左右差がこの辺の硬さなので、検査していきながら、硬さを出している要素。これっぽいですね。今、これ何も触ってない状態で動かしてみると、ちょっと硬いですよね。ここちょっと引っかかるかなって。で、足首ちょっと支えてあげると、柔らかくなるのわかります？で、おそらくその立つ時とか、まあ、座ってるとちょっとそんなに負荷がないっていう時には、この足の問題が結構大きく関連するので、多分こっち側を調整してあげると、まあ、変わってきそうだなっていう感じですね。なので、ちょっとこれを、まあ、ご自身ではあんまり、ここって怪我したとかっていう覚えありませんよね。左は横捻挫は、うん。ああ、左はしてました。はい、右の方が問題っぽいですね。中でこう、錆びついてるようなイメージですね。うん、の、ものを、動かしていく。まだ完璧じゃないですけど。だいぶ全体の動きはついてきましたね。ちょっと道具使ってみます。この辺って結構、中の靭帯が強烈で、かなりがっちり固まってるので、硬くなっちゃうと取りづらいんですよね。うん、足のバランスがすごく崩れやすいので。だいぶ緩んできましたね。もうちょっとですね。やりながら、硬さを感じながらやっていくのがポイントで、いくらただただやっても、緩んでなかったら意味ないんですよね。なので、緩ませていく。緩んでいく方向で、
調整してあげるっていうのが、まあ、ポイントになってくるんですね。もうちょい。どうでしょう。だいぶ良さそうですけど、どうでしょうね。だいぶ、だいぶいいですね。毎回ね、ボキッと関節が鳴るっていうのは、あ、ちょっとアライメントはずれてるのかなって感じしますね。うん。で、しっかりこうはまってない、はまってないわけじゃないんですけど、少しこうバランスとしては、いまいちこう、ピチッとははまってないのかなっていう感じがしますね。ただ筋肉の硬さだったりとか、長年その使ってない筋肉だとちょっと細くなったりとか、まあ、するので、まあ、その辺使ってる間にこう収まってきて安定するケースっていうのはあるので、まあ、すぐにこう、それが消えるとかっていうのは、あんまないんですよね。使ってる間に、あ、そういえば、なんか、音鳴らなくなったなとかっていうケースが多いので。ちょっとあとは、仙腸関節部分の硬さっていうのもまだあるので、で今度はちょっとこっちの、関連するんですけど、こっちの腓骨って言われる部分。ここってこう、2本の骨があるので、でこれが、こっち側がね、崩れちゃうと、こう、落ちてきちゃうんですよ。こっちの下の方に引っ張られちゃうので、ここの硬さっていうのも出やすいんですね。ただこれね、使っても効果出なくて、しっかりこう、コントロールしながら使ってあげないとダメなんですね。だいぶ硬さとしては出ましたね。ちょっと起き上がってみましょうか。ゆっくりで。で、ちょっと立ってみていただいて。変わりました。変わりました。変わりました。よかった、うん。ちょっとまた歩いてみていただいて、まあ、一回立っちゃえばっていうところですけど。ありがとうございます。ちょっとまた座ってみたりとか立ってみたりとかっていう感じで。どうですか？いや、でも全然。はい、うん、だちょっと右足の問題で引っ張られて骨盤が硬くなっちゃってっていうのがこう慢性化してた感じっぽいですね。こうやってじゃあ何もストレッチしたって。腰とかやってもダメです。こういうストレッチしたのに柔らかくならなかったらそういう。あ、そういうことです。そういうことです。いい話としては腰はそんなにおかしくないです。うん。うん、なので腰がこう痛んでるから、まあ病院の先生も言われたみたいに、まあ、腰は大丈夫そうだよっていうところとしては、腰は大丈夫そうです。ただ、歪みとして結構強く出てたのが足とかなので、右足の方がちょっと弱点になってるかなって感じなので、少し足のケアの方を重要視していった方がいいかなって感じですね。具体的にどういった日常のそういうケアをするの？足のストレッチとかは結構効果的だと思います。うん。本当に前屈とかもそうですし、はい、あとこういう壁とかに、こう、足引っ掛けて、で、ちょっとこう、アキレス腱伸ばすとかですね。っていうのも、アキレス腱がやっぱ硬くなってくると、全身こう硬くなりやすいので、特に右の方が、足、今日、緩めたので、硬くなることはあんまないと思うんですけど、ただ、組織的には弱いと思うんです。右、左と比べると。なので、左よりは、ちょっと右の方が疲れやすいので、その辺のケアっていうのはやってあげると、よりその腰の方の問題っていうのも解決しやすいと思いますので。まあそういった感じでやっていただくといいかなと思います。はい。今日は以上です。はい、OK です。ありがとうございます。はい。楽になりました。まあ楽になりました。まあ足の方にこう原因があるとは思ってなくて、ずっとストレッチを日常的にもやってるんですけど、なかなかこの右、やっぱ右側、自分でも硬いっていうのは分かってて、柔らかくしようとしてるんですけど、なかなかならなくて、今回、びっくりしました。3年ぐらいだから、まあ、4、5年前かな、YouTube 見てて、はい、どうやったらこう、受けられるんだろうって思ってたんですよ。ほんで、まあ、こっちに3年前引っ越し、2年半ぐらい前に引っ越ししてきて、で、まあ、今回こういうの、たまたま見て、あ、すごい偶然だったね、ぐらい来れたなと思って、非常に良かったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。さっきの患者さんのポイントはどんなところですか？結構ね、最初の全体の歪みを取った時には、
僕的には結構変わったんですけど、患者さん的にはあんま変わってなかったなっていうところがあったので、まあ、よりその細かいところの部分の影響が強いんだろうなっていうふうな感じだったので、ちょっと焦りましたね。ちょっと、まあ、あそこでね、結構パッと良くなってくるケースが多いので、あそこで何もないとなると、ちょっとこれは一回じゃ難しいパターンかと思ったんですけど、ただやっぱりその足の問題、右足の問題がすごくこう強く影響してたパターンだったので、まあ、逆に言うと足がね、緩みが取れた時に相当が変わったので、自覚的にも楽だったので、ちょっと安心しましたね。具合体調的に変わったっていうのは、体を触って柔らかくなってたけど、患者さん的には痛みが残ってたっていうことです。そうそうそう、そういう感じ。なので、あんまりね、痛みにフォーカスしながら、やってると、失敗するんですね。うまく治っていかないので、まあ、痛みじゃなくて体のその状態を見て、痛みがあっても、やめるケースすごく多いんですよ。なんでかというと、やっぱり出血とかしてたら、それ痛いに決まってるんですけど、出血がパシッピシッと止まるわけじゃなくて、出血が治りやすい環境にするってことは僕らの仕事なので、まあ、そういう状況になったらやめといた方が一番こう、治りやすい。で、治りやすい状況になっているのに、その出血を止めようとして、ぐじ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 こう動かしてしまうと、それ出血がひどくなっちゃって、治りにくくなってるとかっていうのが、まあ、イメージ的にはね、そういう感じになってしまうので、最適な時にやめるっていうのが難しさでもあるんですけど、まあ、治るポイントかなと思うんですよね。で今回の場合は、まあ、4年前からっていう時もあって、出血とかそういうふうな話よりは、まあ、錆びついてて動きづらいっていうところが影響して、腰がね、こう伸ばせないとかっていうふうな感じだったので、まあ、やった後すぐね、結果が出てよかったなっていうふうに思いますね。最終的にはその足の関節と、あと膝の関節ら辺を先生されてたんですけど、うん、そこら辺の問題がずっとその腰に影響してたってことなんですよ。そう、全部ね、引っ張られちゃうんですよね。うん、意外とね、腰痛の人って足首とか、まあ、膝周りの硬さがある人が多いので、まあ、今日はまあ、極端にそれも出てた方でしたね。この後、その患者さんとしては、よくあるのが戻りが心配とか、うん、よく戻るという話も聞くんですけど、戻るってことはないんですか？まあ、ほとんど多分のものだと思うんですけどね。今の、まあ、施術クオリティっていうのもだいぶ、昔よりはね、進化しているので、まあ、その戻りがないような状態っていうのは調整できているので、大丈夫かなと思いますけどね。まあ、一応、本来、今日はこうモニターさんとして来ていただいたので、まあ、1回でっていう感じですけども、まあ、本来はまあ2、3回通っていただいて、状態を見ながらね、OK ですねっていう状態にするか、もうちょっとこう定期的に通った方がいいですねっていうことをお伝えするっていう流れになってくるかなと思います。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。モニターをですね、随時募集してますので、ぜひ僕のですね、施術受けてみたい方は、モニターの方ですね、募集してますので、お問い合わせください。で、この施術を受けたい方とか、学びたい方っていうのは概要欄の方にも詳しく書いてありますので、そちらをですね、ご覧ください。では今日もありがとうございました。